はい、今日は山梨百名山源次郎岳、はい、行ってみたいと思います。山と高原地図は確か破線ルートになってましたよね。でもちゃんとこう道はしっかりしております。道標もしっかりしております。源次郎さん行っていきます。手製の道標もしっかりしておりますね、はい、昭和48年にしっかり整備されたみたいですね。48年オイルショックの時ですね。日本がというか世界がパニックになった時でしょうか。オイルショックは昭和48年から49年頃でしたっけ。49年は多分間違いないと思うんですけど、後でテロップ入れておきます。はい。ねえ、なんか女子高生のたわいもない一言で信用金庫が潰れたとかっていう話もありましたよね。はい。牛奥峠、山上、しじみ岩左。へえ、そんなのあるんですね。全然わかりません。シジミ岩、どこにあるんだ、シジミ岩。左、シジミ岩。岩なんかないっすよ。はい、まあどうでもいいです。シジミは岩よりもね、味噌汁が体に良さそうです。なんかすごい木ですね。すごい木です。しかも、まだ生きてますよ。すごいですね。今日の都心はね、40度超えなんですよね。予想最高気温か。40度超えの東京都心なんです。本当はね、標高2300度とか行きたかったんですけどね。はい。先週お金使いすぎちゃって。ちょっと予算がないんで。はい。なるべく近くの山と思ったんですけど。近くで2000超えるにもお金がかかるんで、とりあえず朝5時に起きてここまでやってきます。1400何メートルですね、源次郎岳は。朝早ければ涼しいんですよ。もうさっさと登って、さっさと帰って、さっさと飲みます。はい、天然林綺麗ですね。はい、天然林綺麗です。はい、出発から10分経過しました。樹林帯で草ぼうぼうの中を歩いております。はい。昔はこう、これ昭和48年の手入れなんですかね、この伐採してる木がありますけど。ね、昭和48年の手入れって言ったら半世紀前の手入れですよね。はい。はい、出発から15分で、はい、土俵出てきました。はい、源次郎、あ、もうマウント源次郎です。ジョンは万次郎ですね。ジョン万次郎じゃないです、源次郎でございます。土俵過ぎたら結構な登りになってきました。はい、そういえば昔阪神タイガースドライチで源五郎丸さんっていらっしゃいましたよね。阪神のドライチ、源五郎丸さんね。ドライチだからね、活躍できるってもんじゃないんですよね。はい、人間の目、スカウトの目なんてそんなもんでございますよ。逆にね、ドライチじゃなくてもイチローさんみたいに化けるのもいますしね。はい、人間の才能なんてね、
見た目じゃないですね。はい、出発から19分で分岐になりました。下日川と源次郎岳の分岐ですね。下日川の方も道しっかりしてますね。はい、でも行きません。源次郎です。あらら、かじられてます。熊でしょうか、鹿でしょうか。いやー、ちょっとね、ここだけ妙に急登なんですけど、それ越えると大したことなさそうですね。でも面白い形した尾根ですよ。あ、面白い尾根っていうのか、なんて言うんでしょう、なんかすごい地形図では表現できないような、結構ぐちゃぐちゃな、ぐちゃぐちゃっていうんじゃないな、結構いびつな形した尾根ですね。はい、三角点ありました。はい、三角点越えたら、そう、下ります。はい、なんかね、これすごい滑りそう。やだな、これすごい滑りそう。やだ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 、うわ、止まると滑るから止まらずにゆっくり降りますけど、うわ、滑りそう。昨日の夜雨降ったみたいでね、結構土地の道路水たまりができてたりしてましたけど、はい、いや滑りそうだわ。はい、なんとかな、なんとか滑らずにクリアしております。いやー、でもね、ここほんと滑りそうなんですわ。この、ね、滑りそうな湿ったこの土。ああ、ここつづら、うわー、つづらで降りるんですね。つづら降り、天城越えですね。つづら、つづら降りて天城越えですよ。しかし大した高い山じゃないのに、なんでこんな遠回りするんでしょうという感じですね。一気に登れる場所はなかったんでしょうかと思ってしまうわけでございますが、なんかそういう地形で一気に登れないんでしょうね。この辺も結構こう切り立った尾根ですからね。はい、こんな感じです。落ちたらアウトです。落ちたらアウトです。こっち側はなんとか助かりそうです。はい、と思ったらまた下りますね。おいおいおいですよ。山に登るはずがない、こんなに下ってどうするんですかって。当然その後その反動でドカッと登るんでしょうね。いや、めっちゃ下りますね、これね。いや、下るのは人生だけで十分なんですけどね。いやいや、本当に。いやいや、なんだか知らないですけど、ずっと下ってますよ。しかも、半端ない角度で下っております。ピストンなんで、帰りはここを登ると思うと。はい。ここで引き返そうかなと思ってしまう。はい、いつもの私でございます。いやー、ちょっと待ってよ。降りにくいっすよ。にくい。オレンジ色のにくいやつですよ。勇敢富士でございます。いや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 、なんですかこれは。なんですかこれは。降りにくい。いやー、出発から32分。ようやく下りきって、これは源次郎岳の暗部なんでしょうね、そこね。こっから一気に登るんですね、多分。はい、暗部に出ました。こっからこう登るんですね。いやー、こっちの方から登るルート作れなかったんですかね、こういう風に。無理か、無理だな、これは急だな。やっぱりこう遠回りするしかなかったんでしょうね。あ、直とかと思ったらこっちですね。右から巻いていくようです。ほい、巻いたと思ったら、はい、尾根の上に出たんですね。先ほどあの下から見た山頂だと思った場所はあちらでございます。はい、
違いました。山頂ではございませんでした。うわ、山頂まだ先ですね。こっから水平移動が続く感じです。あれも山頂ではないですね。そうなるとね、あれこっちか。あれも山頂ではないですね。誰も歩いてないんでね、結構蜘蛛の巣張ってるんですよ。なんか蜘蛛の巣近くってかいいのなんのってでございます。はい、坂登りって山頂ではないですね。また水平移動になりそうです。また水平移動になりそうです。水平移動かと思ったら、なんかすごい開けてきました。なんか先ほどの三角点があった場所の方が標高が高そうなんですけど、ここ源次郎岳山頂のようですね。はい、出発から39分でございます。出発から39分で源次郎岳登頂でございます。ですよね、これ多分ここから先高い山ないですもんね。これ絶景ですよ、絶景。なんか面白い山頂でございます。はい、源次郎岳でございます。はい、富士山と源次郎岳1477mでございます。はい、山頂から33分ですね。結構時間かかりました。山頂から33分、無事登山口に戻ってまいりました。車がそこにあります。はい、本日もご視聴ありがとうございました。また次回もどうぞよろしくお願いいたします。